八丁味噌。八丁味噌とは、愛知県岡崎市八条町で生産されている長期、熟成させた豆味噌。米麹や麦麹を用いず、現在大豆のすべてを麹にした豆麹で作られる豆味噌のうち、現在の愛知県岡崎市八条町にて生産されてきたものを指す。名古屋県では、味噌汁といえば、豆味噌を用いた赤い汁のものが一般的であり、 八丁味噌も他の豆味噌同様、濃い赤葛色をしているのが特徴である。水で洗った大豆を浸しし、水を切り蒸し冷ましミンチにして味噌玉に丸めて、種麹をまぶして、室で4日かけ豆麹を作り、味噌麹に白塩と水を加えて、木製、六尺の大桶に空気を抜きながら、味噌を敷きめ、その上から石積みして、長期間、1年半から2年以上天然醸造される。 腐敗を防ぐために塩分濃度を高めているため、独特の渋みとうまみが特徴である。全国的には豆味噌、赤だしというと塩辛いイメージがあるが、八丁味噌は塩分が少ない。二社ある製造業者の一つ、丸や八丁味噌の場合、直径、高さとも2メートル程度の桶に100本、各球は約5倍に、それぞれ約6トンの味噌を仕込み、あざぶ。 各球は木蓋をかぶせた上から合計約3トンの石を手積みする。大きさや形が異なる大小様々な石。外約60キログラム、内11キログラム、頂点9キログラムを荷重が均一になるよう組み合わせ、二か二等熟成させる。一番上の満重、ま、石が重要と言われる。現在の岡崎市八条町はかつて八丁村といった。これは、 岡崎城より西へ八丁、約800メートル離れていたことに由来する。この八丁村は、矢作川の伏流水による湧き水が豊富で、かつ、東海道の水陸交通の用地であった。すぐそばに矢作橋が仮設されており、周運、八丁土場と呼ばれたも同時に恵まれていた。そこで、兵食として重要視されてきた味噌を、軍需物資の平坦基地として形成された八丁村で、 製造することに着目した、早川九衛門や、元角九と、大田八重門や、元丸屋八丁味噌が当地で、味噌醸造を創業した。すなわち、八丁味噌の始まりである。岡崎出身の武将、徳川家康の健康と長寿と支えたのは、爆飯と豆味噌だったと言われ、戦国時代には、岡崎で豆味噌が製造されていたものと考えられる。 各級の早川家が1878年に愛知県庁に提出した上申書には、同家の創業は1645年、商法2年と記されているが、1655年、明暦元年に朝鮮通信士が岡崎に宿泊した折に伝えた味噌の生が八丁味噌の起源となったという説も存在する。八丁味噌は三河味噌や三州味噌とも呼ばれ、江戸時代は 江戸へ海運の瓶で出荷されていた。そして海鮮の帰りにとして関東、東北方面から大量の大豆が買い付けられた。徳川家康の描所である日光島将軍の造営にあたっては、宮大工たちの食料に岡崎の八丁味噌が用いられたと言われている。江戸期の塩の仕入れ先は次の通りであった。早川家は 八は古川の川口付近で生産される藍橋をもっぱら使用し、そのほとんどを富木市街に行った、現、西吉吉良町富吉神殿に住む大岡や鈴井から仕入れていた。大竹も同様に藍橋を使用し、平坂の口入れ屋から主に仕入れていた。こうした事実から八丁味噌と三河湾玄岸の生炎地との関係は古く深いものがあったと考えられる。 1981年12月、合資会社発丁味噌、各級は、指定商品を、第31類、調味料香辛料食用輸入製品とし、漢字8文字を一連に、縦書した、合資会社発丁味噌なる商標を出願した、昭和56年商標登録願い第10万7510号。しかし、1983年3月に拒絶査定が、下される、 昭和58年審判第13,026号事件。また、後に審判請求するも、不成立となっている、東京高等裁判所平成元年、行家112号。この際、東京高裁は、八丁味噌とは、愛知県岡崎市を主産地とし、大豆を原料とする豆味噌の一種であり、八丁味噌なる文字は、外商品を呼び称する普通名称であると認められる。 ことを根拠として、各級一社による、商標出願を退けた。ただしこれはあくまで、合主会社八丁味噌という八文字の言葉に対してで、あり、八丁味噌という言葉に対する拒絶を意味する、ものではない。このように、八丁味噌という言葉は普通名称である、ことが認定されているが、同時に判決文では、当時の名古屋地方における、職業別電話帳、及び、 岡崎地方における五十音別電話帳にて、八丁、宋の名称または名称を冠したものは、この二社のみが記載されていること、及び八丁味噌は、愛知県岡崎市において、江戸期より、大田屋及び、早川家を製造元として作られてきた、同地方の特産品であり、現在も、合資会社八丁味噌、各級と、株式会社丸屋八丁味噌、当時は、 合名会社大田商店の2社のみで醸造されていることを認めている。2005年5月、岡崎市内の各級、丸屋八丁味噌は八丁味噌共同組合を設立。2006年4月1日、地域団体商標制度がスタートしたのに伴い、八丁味噌共同組合は同じ月に八丁味噌を商標出願した。しかし、 愛知県全体の業界団体である愛知県味噌ダメ醤油工業共同組は2社のみが名称の独占使用するのはおかしいと主張しその後2社による協議が行われたがそれも物分かれに終わったため後者は愛知八丁味噌の名称を出願することとなった2009年岡崎の2社は愛知県味噌ダメ醤油工業共同組合を脱退二千十八年現在も 双方ともに、商標認定されていない。産品の名称、地理的表示、GI を知的財産として登録し、保護する制度である、特定農林水産物等の名称の保護に関する、法律が2014年6月25日に、制定された。この、地理的表示保護制度の登録をめぐって、岡崎市の老舗2社が外されたことが現在大きな波紋を呼んでいる。 岡崎の丸屋八丁味噌と各級の2社は同法が施行された2015年6月1日に GI へ登録を申請した。続いて同年6月24日、名古屋市中区に事務所を置く愛知県味噌だめ醤油工業共同組合も登録を申請した。GI を管轄する。 農林水産省は岡崎だけでなく県内全域で長く生産されてきたと両者に一本化を要請。登録された製法は県内で豆味噌を作れば全て八丁味噌を名乗れる姿で今の枠組みには参加できないと不満を表した岡崎2社はどうしようと折り合えないと判断2017年6月に申請を取り下げた。各級の社長は申請を取り下げれば 愛知県味噌ダメ醤油工業共同組合の申請も認められないと思ったという。2017年12月15日、農水省は愛知県味噌ダメ醤油工業共同組合を発丁味噌の生産者団体として登録した。2017年12月に妥結した欧州連合 EU との経済連携協定 EPA では、 八丁味噌を含め輸出を睨む全国48品目が保護される。しかし登録から外れた岡崎の2社は EPA 発行後 EU 加盟国で八丁味噌を名乗れないこととなった。また国内でもマークを使えない結果となった。生産量の半分超を占めるとされる同2社は県内に生産地域を広げ製法の基準を緩くすれば品質を保てず、 顧客を騙すことになると主張。2018年1月26日、国へ不服申し立てすることを明らかにした。これを受けて、斉藤県農林水産大臣は1月30日に会見を行い、認定した枠組みに追加申請すれば、同2社も地理的表示保護制度の対象になるとの認識を示した。同年3月14日、 岡崎の2社は不服審査請求を同省に申し立てた。3月16日、政府は閣議で2社が愛知県味噌ダメ醤油工業共同組合に加入するか、生産者団体として追加申請して認められれば GI 票ができるとの答弁書を決定した。岡崎市議会は3月定例会最終日の3月22日、利害関係者の合意形成を国が指導。 調整するように求める意見書案を全会一致で可決。続いて3月27日、内田康弘市長と加藤義幸議長は農林水産省を訪れ、磯崎洋介副大臣に議会で可決された意見書を提出した。内田は記者団に2社の追加登録しか方法がないと見解を述べた。ヨーロッパの中でも GI の歴史が長いフランスでは、 対象産品の科学的な調査を知った地域では簡単に真似できない製法などの独自性があるかを専門機関が審査する。ところが日本には専門の調査機関がないことから複数の生産者間で製法などに異論があった場合は当事者間で調整するより他はない。この点が現行制度の不備だと指揮者関係者は指摘する。 愛知学院大学の関根義恵淳教授は発丁味噌登録問題に、月、実質的に世界中どこでも作れる産品に、GI 認定したと認めたのは驚き。GI の根幹にある、テロワール、テアウオを無視していると批判し、農水省は本気で、国内農業の振興につなげるつもりなら、原材料の規定を追加で設けるべきだと提案する。全国味噌工業共同組合連合会の、 統計によれば、2017年の味噌の出荷量は、約41万トン。そのうち大豆と塩、水のみを原料とする八丁味噌に関しては、岡崎の2社は1000トン、愛知県味噌ダメ醤油工業共同組合は、600から700トンの生産実績があるという。各級の八丁味噌は1901年12月28日に、区内省御用達を拝命している。戦前。 八丁味噌は豆味噌の中でも特に高級品とされており、1939年10月交付の価格等整霊により贅沢品として追い込まれることとなった。10巻3 7 5キロあたりの原料費6円60銭の八丁味噌の工程価格は6円10銭とされ、1940年8月、各球と丸屋八丁味噌の2社はついに休業宣言を発するに至った。 吉田松陰は、ふるさとへ豆を知らせぬ旅図とは、岡崎味噌の慣れて送るにと歌に読んだ。日清戦争では、広島大本営へ納入された。マナスルト斬態、1956年に初、東朝成功や南極観測隊の蛍光食品にも採用された。海外ではかねてより、バランスの取れた自然食品として知られている。1968年に、 アメリカの消費者運動グループが岡崎の各級を訪れ日本を持ち帰った分析した際高い評価を受けた。1971年1月にはウォールストリートジャーナルが発帳ミソを紹介。同年2月カリフォルニア大学微生物学教室のドナルド・サットン主任教授らの現地調査によって職としての合理性が確認された。こうしたことから輸出量が増え、 1975年11月には、シアトルの自然食品販売会社ジャヌス社から、各級に対し賞賛の期待が送られた。2006年4月から同年9月まで放送された、NHK の連続テレビ小説、純情キラリの舞台が八丁味噌の蔵元であったため、近年ではより全国的にその名が知られるようになった。これと連動して、名古屋飯ブームが起こり、 今まで名古屋県以外では敬遠されがちであった赤味噌料理を求めて名古屋に訪れる観光客も増加傾向にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。